皆さんにレン蹴りのやり方を説明します。まず連続キックやり方なんですけど、大事なのは手の振りを使うことです。手を蹴り足が出したと同時に手が触れてたらすごく連動して綺麗に打てます。2つ目は腰を折るような上げ方をしてたら連続キック綺麗にならないんで、しっかりと腰を回す意識は常に持ちながら手を振っていきましょう。3つ目が同じリズムで焦らずゆっくりとでもいいから同じバランスで軸足を伸ばして蹴ってみましょう。最後にもう一度、またお手本見てください。それでは皆さん連携に頑張ってください。バイバイ。